3年後くみたいな。じゃあ今日やった内容を長岡の授業はテンポよく進んでいく。入念な授業準備がそうさせるのだろう。まあ、投げた水の中に投げたボールを取りに行かせた。授業は流れるようによどみなく進む。水で、そしてこの文章は何を言ってるかっていうと、長岡はそれだけではない。たわいのないことでも時間があれば生徒と共に過ごす。誰かが間違えてる。長岡先生はなんか本当に一生懸命な先生で、プリントをなくしたって言ったらなんか全部ちゃんと持ってきてくれるんですよ。長岡先生すごい可愛くて、3年間廊下とかですれ違ったらおはようございますって元気な人って言ったら今日も元気ですねっていろいろおしゃべりしてくれるので、誰にでも優しくて面白くて可愛いです。例えば今年のコミュニケーション3でも、まあ、どこにでも例えば日本だと水道があって簡単に蛇口をひねれば水が出てくるというそういう生活を私たちは送ってるんですけれども、それに対してこの教科書の中に出てきていたのは、まあ、生活する環境で清潔な、まあ、ごめんなさい、清潔な水を手に入れることが非常に難しくて、そのために命を落とす子どもたちもたくさんいるっていう現実を見ましたけども、まあ、そういうふうに自分のことだけじゃなくって自分が生きている世界のこと、周りの人たちについてもこう視野を広げて考えてもらえる人になってもらえたらなっていうふうに思っています。まあ、人生長く生きていく中では、まあ、困難にぶつかって、大変なこともあると思いますけれども、まあ、何か難しいこと困難にぶつかっても、まあ、すぐに諦めずに頑張ってくれる人、すぐに諦めない人になってほしいと思います。3年1組担任、中村の授業は独特だ。